皆さんこんにちは。11月のポイントアップデートのコーナーです。今日も木下君に来てもらってます。プロ野球終わりましたね。日本シリーズ、阪神タイガース優勝、関西ダービーでね、38年ぶり。僕はね5歳の時バース掛布岡田真由美ピッチャーキーをファミスタでやってたって感じだけど、それ以来って感じでかなり大いに盛り上がってたみたいですけど、道頓堀行きました？道頓堀行ってないし、まあ遠いからね、静岡だとね。盛り上がりは見れたから良かったですね。はい、じゃあ今日は阪神優勝記念ということで3ついきます。はい、あんま関係ないけどね。3と3と4で10ですね。はい、ということで11月の10日と15日と20日は通常の10倍です。じゃあ是非ともこの機会にお買い物してください。以上です。